さん、ストーブさん、俺の夏、どうか、どうか見てくれ、悲願など忘れずに、全裸になれたら、たいこさん。わからないかもしれないから、夏にはな、夏の風物詩、そして使用物を全部俺は盗んできたんだ。今回はな、もう10月8日、月曜日祝日のタイトルに、秋の日ということでな、秋のものを全部盗んできたぞ、この世から。なのでな、秋のものをどんどん恥ずかしがらずに、どん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 答えてください。全部俺この中から出しますよ。例えば、もみじっつったらもみじも出すし、もう答えちゃったな。遠慮なく言ってください。4人から出る。はい。芋二階の道具。芋二階？芋二階。芋二階を。芋二階の何？芋？芋ですか？芋二階って言ったら真っ先だ。答えていただきたいなと思うんですけど、じゃあそこの方、アクと言ったら何でしょうか。何でもいいですよ。何でもいいですよ。結構難しいからな。何でもいいですよ。ブドウ、あ、ブドウですね。ブドウっつったらな、タタタンタタン、これだブドウ。こちらだよ。ブドウたくさん入ってるぞ。さあ、寿司はどん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 言ってくださいね。秋と言ったら、あんまり出てこないと思うけど、落ち葉。落ち葉、はい、落ち葉ですね。落ち葉待ってました。やっぱり落ち葉と言ったら、やっぱり道に落ちてるこれですよね。必ず出しますから、約束しましょう。